では、IWJ さん、どうぞ。お疲れ様です。インターネット報道メディア IWJ の浜本です。先ほどから続いています、イスラエル・パレスチナ情勢について質問を重ねます。イスラエル国防省顧問は、イスラエルはテロ組織と戦っているのではなく、ガザ国家と戦っているのだと述べました。民間人への集団懲罰は明白な国際法違反であり、公開のジェノサイドです。やめろと声を上げないのであれば、共犯となったに等しいとも言えるのではないでしょうか。日本政府及び外務省は、イスラエルに制裁を加えてでも、イスラエルの戦争犯罪を裁き、暴力を今すぐやめさせる手立てに出るお考えはありませんでしょうか。よろしくお願いします。我が国といたしましては、このイスラエルがハマスの攻撃を受けて、国際法に従いまして、自国及び自国民を守る権利を有すると認識しているところであります。しかしながら同時に、これまでもイスラエルに対しましては、私自身、先般のイスラエル訪問の機会を含めて、累次の機会にわたり、ハマス等によるテロ攻撃を断固として非難した上で、国際人道法を含む国際法に従った対応等を直接要請してまいりました。また12月1日ドバイで実施されました日イスラエル首脳会談におきまして、岸田総理からヘルツォグ大統領に対しまして、このような日本の立場を伝達するとともに、ガザ地区の人道状況の改善について改めて直接要請をしたところでございます。繰り返しになるところでありますが、今後の情勢推移は予断を許さない状況でございます。引き続き関係国、国際機関との間で意思疎通をしっかりと行いながら、すべての当事者に国際人道法を含む国際法の遵守、そして先般我が国も賛成して採択されました安保理決議に基づきまして、誠実に行動することを求めつつ、人質の即時解放、人道状況の改善およびそれに資する戦闘休止の合意への復帰、そして事態の早期沈静化に向けまして、外交努力を粘り強く積極的に続けてまいります。